エヴェニーザー・ロックウッド・ホアエヴェニーザー・ロックウッド・ホアーはアメリカ合衆国の政治家。ホイック党及び共和党に所属し、ユリシーズ・グラント政権で第30代アメリカ合衆国司法長官を務めた。1816年2月21日、ホアーはマサチューセッツ州コンコードにおいて誕生した。ホアーはハーバード大学で教養課程を学び、 1835年に文学士号を取得した。ホアーは続いてハーバードロースクールで法律を学び、1839年に法学士号を取得した。ホアーは1840年に弁護士として認可を受けた。ホアーはコンコード市内で弁護士業を開業し、間もなくマサチューセッツ州ボストンへ場所を移した。ホアーは1846年に マサチューセッツ州上院議員に選出された。フォアーは1849年まで州上院議員を務めた。フォアーは保育党に所属し、ハンドレーの立場を取った。フォアーは1849年から1855年までボストンの一般訴訟裁判所判事を務めた。フォアーは1855年から1859年まで再び弁護士業を営んだ後、 1859年から1869年まで、マサチューセッツ州最高裁判所で、賠席判事を務めた。1869年3月5日、ホアーは、ユリシーズ・グラント大統領から、司法長官に任命された。ホアーは1870年11月22日まで、司法長官を務めた。司法長官在任中の1869年、グラント大統領は、 ホアーを連邦最高裁判所判事に指名した。だが連邦上院は承認を棄却した。結果としてホアーは司法長官を辞任したワシントン条約のアメリカ代表団。左から二人目がホアー。1871年、ユリシーズ・グラント大統領の要請によりアラバマ要求などの米英間の問題の解決を図るための交渉委員会の一員となり、 ワシントン条約の締結を導いた。フォアーは1873年から1875年まで連邦会員議員を務めた。1875年、フォアーは歴史ン,トンコンコードの戦いの100周年祭で運営委員長を務めた。フォアーは1868年から1882年までハーバード大学の顧問委員を務めた。 1895年1月31日、フォアーはマサチューセッツ州コンコードにおいて死去した。フォアーの遺体はコンコード市内のスリーピーホロー墓地に埋葬された。エベニーザー・ホアーはニューイングランド地方、特にマサチューセッツ州とコネチカット州において影響力を持つ家系に生まれた。父親のサミュエル・ホアーは連邦会議員を務めた政治家であり、 母親のサラ・シャーマンは建国の父、ロジャー・シャーマンの娘であった。1840年11月20日、フォアは、マサチューセッツ州コンコードにおいて、カロライン・ダウンズ・ブルックスと結婚した。フォアは、カロラインとの間に、以下の子供を設けた。カロライン・フォア・サラ・シャーマン、フォア・サミュエル・フォア・チャールズ、エマーソン・フォア・クララ・ダウンズ・フォア・エリザベス・フォア・シャーマン、フォアを弟に、 連邦上院議員、ジョージ・フリス・ビー・ホアー、いとこに、コネチカット州知事ロジャー・シャーマン・ボールドウィン、重廷に、国務長官、ウィリアム・マックスウェル・エバーツがいる。ありがとうございます。